野毛症は、暗部の視力が著しく衰え、目がよく見えなくなる病気。夜間に視力が低下する種類が多い鳥類になぞらえて、俗に聴目と呼ばれる。暗部の視覚を担当するのはロドプシンであり、ロドプシンは、ビタミン A と、補体からなるので、ビタミン A 不足は、暗部の視力低下につながる。ロドプシンが視神経に信号を伝えるのは、次の網膜でのメカニズムによる。 ベータカロテンが鎖の真ん中で切断されると、二つのトランス型のレチノールというアルコール型のビタミン A が生成する。レチノールは酸化されて、レチナールというアルデヒドになる。このトランス型のレチナールをシス型のレチナールに変化させ、オプシンに収納される。この状態がロドプシンである。このロドプシンへ光が当たるとシス型のレチナールが安定な。 トランス型に戻り、トランス型レチナール分子は、オプシンに収まらず、外れてしまう。この変化が、細胞の中に伝えられ、科学的に増幅されて、光が当たった、という信号となって、視神経に伝えられる。トランス型レチナールは、再びイソメラーゼの働きで、シス型に折り曲げられて、オプシンに収納される。やがてレチナールは消耗するので、不足した分は、 レチノールから酸化して補われる。このため、網膜にはレチノールをレチナールに酸化するためのアルコール脱水素酵素が豊富に存在する。ビタミン A であるレチノールが不足すると蒸気のような役割を担うロドプシンが機能しなくなる。先天性は遺伝性、後天性はビタミン A の欠乏による。ビタミン A 欠乏性野毛の場合一時。 予防ビタミン A を多く含む食品を適度に摂ること。ただし、過度の摂取は、ビタミン A 中毒を引き起こすので良くない。2時予防夕方から急に目が見えなくなってきたら、早めに眼科にかかること。3時予防を刺激をなるべく避けるため、遮光メガネを使用したり屋外での作業を控える。一般に明るい環境での視力に比べて暗い場所での視力は落ちるが、 本省ではその落ち方が健常な場合と比べて極端に落ちる。明るい場所や昼間の視力に比べて暗い場所での視野、視力が極端に低下したもの。眼底検査、視野検査、網膜電位検査や安順の検査などを行う。ビタミン A 欠乏性やもの場合はビタミン A の摂取。それ以外は確実な治療法はまだ見つかっていない。 先天性の中でも進行性の場合は、視覚予後は良くない。それ以外は、比較的視覚予後は良い。内科、眼科、俗、身の周りの毒アンソニー・ティー・ツ著、東京科学導入、1993年。ありがとうございます。